はい、今回はハイハイジェッツのメンバー、橋本涼がですね、滝沢秀明がジャニーズ事務所を辞めたことで、えー、ラウンジ通いしていたという、まあ、こちらのニュースですね、えー、ちょっと注目されているんで、こちらの件について考えてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。一体これどういったことなのかっていうと、まあ、このジャニーズ、えー、事務所内で、まあ、人気のあるこのハイハイジェッツっていうグループの 橋本亮っていう、えーまあ、イケメンのね、声、えーまあ、もいいって言われてるこの人がですね、六本木のラウンジに週に何回も通ってるっていうことを週刊誌が報道したんですよ。で、このラウンジっていうのは僕わからないんですけど、まあ、男と女が、まああ、お酒を飲む社交場みたいなものなんですが、なぜ今回この橋本亮が、えー、ね、えー、この行ったラウンジに行ってるっていうことが注目されたのかっていうと、実はこの、あのー、ハイ,ハイジェッツの橋本亮は、 2019年にもあのミューゴンという女性と、えーまあ、スキャンダル写真がですね出たことがあるんですよ。でこのミューゴンっていう、えー、女性の方はラウンジの方だということで、えーまあ、ラウンジ遊びが、えー、治ってないじゃないかっていうそういったことみたいなんですがでこのラウンジで働いている女性の方っていうのは芸能界を目指している方もあいるみたいなんですよ。でただこの 橋本亮とミュうゴンの関係がですね、明らかになって、えイハイジェッツの橋本亮は、ラウンジ遊びを控えていたということがわかってるんですね。理由はなんでかっていうと、滝沢秀明が、まあ、そういった、あまあ、遊びに関して厳しくしていたから、えー、まあ 橋本涼は、えー、そういうのを控えていたということなんですが、滝沢秀明がジャニーズ事務所を辞めましたよね、えー、そうしたら、HiHiJets の橋本涼がまた再びこのラウンジ遊びを始めたんじゃないかということが言われており、この HiHiJets のファンの間ではあの、悲しみの声とかね、えーまあ、怒りの声が、まあ、多数出てるということなんですよ、でもしかしたらこの HiHiJets の橋本涼はあ、脱退するんじゃないかという噂も出てるんですが、この HiHiJets っていうグループ、そのジャニーズの中で、えー、人気 って有望っていうことなんで、えー、まあ、そんなあグループなだけに今回は残念であると。 で、滝沢秀明はやっぱりやめたことで、ジャニーズ事務所の中のちょっと感じがおかしくなってるんじゃないかっていうことも言われており。まあ、このハイハイジェッツのファンの人たちがね、こういう、あの、せっかく応援しているのに。この橋本涼の、このね、えー、ことが、あの週刊誌に取り上げられて。まあ、あの、まあ、ちょっと何ともやずまあ、可哀想だなと思うっていうところです。まあ、あの、今回のこのハイハイジェッツの、まあ、メンバーの、あの、件っていうのは注目されているグループなだけにね。まあ、こういうスキャンダルは悲しいなと思いますし、もしかしたらね、ジャニーズは今後こう。 いいった、まあ、スキャンダル出るかもしれないですね滝沢秀明がいたころはジャニーズジュニアに遊びとかを厳しく見てたみたいなんですが、もう今、滝沢秀明が辞めて、えー、そこまでジャニーズの中で厳しくないということなんで、えーまあ、今後どうなるのかなと、まあ、ジャニーズ事務所内がまあいろんなことがまあ注目されているという件について。 まあ今回はちょっとお伝えしてみました。えーまあ、あまりね、えー、ちょっと難しいところもあるんで分かる限りなんですが、えーまあ、リスナー様の何かしらご参考になっていただける点があれば何よりです。ということで、えー、今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。